どうも皆さんこんばんは。ガレージロックボーカルギターのコッキです。寝起きです。よろしくお願いします。はい、というわけで、今週も寝て起きて、すぐ収録しておりますガレージドッグレディオ。今週の収録は4月27日の、1時6分に行っております。ねみ少しずつついちち入ってて、この番組はガレージドッグの提供でお送りいたします。さっさっふつおたのコーナー。このコーナーではリスナーの皆様よりいただいたふつおた普通のお便りを紹介していく、そんなコーナーであります。というわけでですね、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はぁ、起きろ、お前はもうラジオの収録してんだ、起きろ。よし、行きますはい、というわけで行きましょう。今回質問箱からたくさんお便りいただいたのでね、そちらの方読んでいこうと思います。ジーマと対バンが見たいです。やったら雄大さんが倒れちゃいますか？雄大は倒れません、倒させません。やっちゃいましょう。はい、多分ね、ジーマの宇野ちゃんと小賀ちゃんは今就職の時期だろうから、まあ、就活終わったらなんかやろうぜなんてちょろっとこの間話したけど、そうだね、今年中に1回はやれたらいいなと思ってます。お便りありがとう。続きまして、こちらも、質問箱からいただいたお便りです。コウキくん、こんばんは。こんばんは。私は思ったことが人にうまく伝えられず飲み込んでモヤモヤしちゃうタイプなんですが、コウキくんはどんなタイプですか？俺ね、昔はマジで多分何も考えずに言葉を発してたと思う昔はね、学生の頃なんか特に、なんだろう、頭が悪かったから、いや今も悪いんだけど、からこう本当に脳みそと声帯が直結してたんじゃないかなってぐらい何も考えずにいろんなこと言ってたと思うんだけど、でもそうだね、やっぱ最近はやっぱいろんなこと考えちゃうよね。これ言ったら傷つくんじゃねえかとかさ、これを言ったら嫌な気持ちにさせちゃうんじゃないかとか、いろいろ考えちゃって、考えちゃった結果ね、こうなんかなんとなく言えなかったりもするよね。言えなかったりっていうか、言うタイミングを逃してしまったりとか。でもやっぱタイミングってすごい俺大事だと思うのよ。あの時こう思ってたとかっていうのはさ、その時にはそれを言わなかったわけで、
なんかそれを言う資格っていうのは本当はないんじゃないかなって俺は思うし、うん、その時それを言わなかった時点でね、し、やじゃん、お互い、あいつこんなこと思いながら俺と遊んでたんだみたいなのとかやじゃん。だから俺はなるべくその場でスパッと言っちゃった方がいいんじゃないかなって思います。なるべくね、人間関係において私の気持ち察してよっていうのは俺はマジですげえわがままなやつだと思う。怠慢だよ、怠慢って思うよ俺は。だってわかるわけねえじゃん普通に考えて。いやそれは断片的にはわかるかもしんないよ、でもそれもわかるかもしんないだからさ。だからみんな、あの自分の言いたいことスパッとうまく伝えられるようにね、少しずつ少しずつでいいから訓練していきましょう。意識するだけで多分だいぶ変わると思うんだよね。うん、頑張っていこう、俺も頑張るわ。ありがとね。続きまして、同じく質問箱からです。兄貴分のしげさんとカラオケ配信など企画の可能性はありますか？じゃあ筋肉に聞いてみよう。おいおいおい、しげさんとのカラオケ配信あるのかないのか、どっちなんだい。あーる可能性はあるんじゃないですかね。いや、筋肉くんって面白いよな。俺大好きだよ筋肉くん。最近なんかあの一周回ってああいうのが一番面白いかもしんない最近。あのパワー系のお笑い芸人が一番面白い最近は。ゴージャスとかね。はい、そんな感じですかね。このコーナーではリスナーの皆様より普通おた過去普通のお便りを募集しております。お便りはgareraji.gd@gmail.com gareraji.gd@gmail.com まで。ガレラジのスペルは GAREERAZI GAREERAZI すべて小文字です。ぜひラジオネームも記載して送ってください。また YouTube でお聞きの方は概要欄の質問箱でも受け付けております。もうどんな内容でもいいよマジで。本当にここは本当にフリーなお便りの場所だから、もう何でも何でも送ってきてください。質問やお悩み相談から、楽曲の感想までリスナーの皆様のフリーなお便りお待ちしてます。以上ふつおたのコーナーでした。ガレージドッグ情報局、誰かのために映画。このコーナーではガレージドッグより最新情報をリスナーの皆様にお届けいたします。というわけでまずはライブ情報です。5月6日新高円寺ロフト10にて東京アイデンティティボリューム26に出演いたします。チケットは前売り2400円、当日券が2900円です。そしてなんとね、ロッシュと吸い殻サイダーさんがね、新しく追加アクトとして発表されたので、もう激アツな日間違いなし。いやマジですげえ楽しみだな。めっちゃ知り合いばっかりだわ。初めて会うバンドさんもいるけど仲良くなれたらいいな。そして6月からはいよいよサード EP ソーファイトのリリースツアーが開催されます。今回のツアーは初日が6月18日新高円寺ロフト10からスタートします。チケットが2400円プラスワンドリンクで、ゲストバンドも含めてだいたい5バンドほどこの日は出演予定です。もうちょっとしたらね、その出演バンド対バンの情報も含めて情報解禁できるので、ちょっと待ってくださいね。また配信チケットも販売いたします。そちらも追って詳細を公開いたしますので、公式ツイッターとかあの各種 SNS チェックしててください。各公演のチケットの取り置きはガレージドッグ69チケット @gmail.com ガレージドッグ数字の69チケット @gmail.com まで。少しずつね
その新しいツアーに向けて今準備してますので、皆さん楽しみに待っていてください。以上、ガルド情報局でした。今日マジで寝起きで撮ってたんだけどさ、マジマジの寝起きで撮ってたんだけどさ、大丈夫だった俺大丈夫だった俺の今日の声、寝起きすぎて花沢さんみたいな声になってなかった？イサナくんみたいな大丈夫だったかな。これ後で自分で編集してて、いやこれはダメだろってなって、もしかしたらこのラジオは、放送されない幻の回となるかもしれません。その時はですね、ごめんなさい。はい、というわけでですね、最後まで質問の方をね、どんどん読んでいこうと思います。こちらも質問箱からです。心の浮気についてどう思いますか？許せますか？そうだね、許すとか許さないとかじゃなくて、寂しいかな。寂しいな、そうなっちゃったらねって思います。なんか別にネガティブな意味じゃなくて、俺は誰にも期待をしちゃいけないと思ってるのよ。期待して信じてたのにって、もうなんか怠慢の極みみたいな気がして、そう嫌なんだよね俺。そうなんかキモくね。結局その自分が勝手に思い描いてる相手の、相手っていうのはこういう人みたいなのをさ、こうなんか押し付けてる感じがするのよ俺は。でそれとちょっと違かったら裏切られたとか信じてたのにとかっていうのは俺はちょっと違うと思うのよ普通に。だからまあそうだね、心の浮気されたら許す許さないとかじゃなくて、やっぱり自分のその態度というか、自分の相手に対する行為、どういう風に接してきたかとか、そういうのが悪かったのかなって多分めっちゃ考えちゃうかな。言い方は悪いですけど、カップルといえどやっぱり他人なので、パートナーは他人のね心 100% 見えるわけでもないし、リモコンが都合よくあって操作できるわけでもないから、だから普段からね、あの俺らラブラブだから大丈夫だって思うんじゃなくて、その自分たちの関係の強さというか、そういうのは過信せず、しっかり相手とねコミュニケーションを取ることがね、やっぱ長続きするその秘訣なんじゃないかなって俺は思うんで、しっかりコミュニケーション取って言いたいこと言ってさ、良好な関係で末永く爆発してください。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。以上、ガレージドッグレディオでした。おやすみ。